はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カードゴールドナンバーレス、今作成すると、初年度の年会費は作成したらやるべきことや SBI 証券のクレカ積み立てのカード変更の方法を解説ということで、今回は前回に引き続きまして、三井住友ゴールドナンバーレスについてですね。この動画では、三井住友カードゴールドナンバーレスの初年度を含む年会費の考え方についてですとか、カードを作成したらやるべきこととして、僕なりに簡単にまとめました。もし今後利用される方は、ぜひ参考にしていただけ い,いければなと思いますそれでは 行ってみましょうということで、こちらのね、三井住友カードゴールドナンバーレスなんですけども、先日の動画で僕が作成しましたよということで、動画をアップさせていただきました。また見られてない方はですね、概要欄のリンクから確認をしてください。で、このカードなんですけども、一応おさらいとしたらこんな感じのカードなんですが、その時の動画のコメント欄にちょくちょくコメントいただいた、この年会費のことなんですけども、まあ、その時の動画で触れてはなかったんですけども、初年度年会費無料のキャンペーンは確か終わったはずではということで、そうなんですよね。 ちょっと前まで初年度年会費無料というキャンペーンが開催されてたんですけども、今回はそれがない状態ということでございます。で、その初年度の年会費なんですけども、じゃあいつ発生するのかということで、今回ですね、三井住友カードのサポートデスクの方に問い合わせを行いました。で、僕、ゆずひこの場合なんですけども、まだ実際にちょっとカードは届いてないんですが、オペレーターさんから伺ったのが、まず加入月に関したら2021年の11月8日ということで、これが僕の加入月となるみたいです。で そこから2022年来年ですね、の10月31日までのこの年会費が発生するということでございまして、これが税込5500円ということなんですけども、発生する日程っていうのが2021年の12月27日に発生するということでございました。まあ、かなり早い段階で税込5500円がかかるということなんですけども、なのでですね、ちょっとこの時の動画で年会費のちょっと説明が抜けてたことについて大変申し訳ございませんでした。 おそらくですね、ちょっと僕の動画を見ていただいて、そこから作成された方も中にはいらっしゃると思いますんで、まあ、いつ年会費がかかるかというのは、人によって変わってくるかと思いますんで、なのでもしですね、作成された方はですね、いつ発生するのかっていうのを、事前に確認していただければと思います。今後とも気をつけます。 なので先ほどの内容を踏まえるとこちら年間100万円の利用で年会費が永年無料になるということなんですけども今現在作成した場合については僕の場合はこの年の間に100万円を達成することで2022年の11月の1日以降から年会費が永年無料になるということでございますそしてこの下の方にも出てる1万 V ポイントについてなんですけどもこの公式ページの中でコメントもいただいてたんですけども毎年年間100万円の利用することによって1万ポイントが継続得点 としてもらうことができるということでございますなので1年目にまあ達成したとして、まあ、その時に1万 V ポイントがもらえるんですけども次の年とかに達成しても1万ポイントが付与されるんで、まあ、無理に使う必要はないんですけどももしメインカードとして使われる方は100枚を利用することによってポイントが付与されるということでございますでですねここからなんですけども今回こちらのカードを作成したらやるべきことということで僕なりに3つにまとめたんですがまず1つ目はやっぱりこれですよね月々の支払い固定費や変動費に 三井住友ゴールドナンバーレスを設定ということでまあ以前の動画でも解説をしたんですけども毎月ねかかる通信費例えば固定回線であったりとか他にもスマートフォンあとは水道高熱費であったりとかま音楽のサブスクに僕入ってるんでそういった毎月かかるようなお金それを今回作成した三井住友カードナンバーレスゴールドにですねまあ支払いを当てるとまあ基本的には大体のものが100万円のカウントに該当してくると思いますんでまあそういったものを全部支払いに当ててってくださいまあウェブページとか ももしくくは申込書とかまあそういいっったのので支払い方法の変更を行ってくださいえ、次に二つ目はこちらアップルペイであったりとかスタンプの設定ということでまだ僕自身ですねこちらのカードについては手元には届いてないんですけどもナンバーレスについてはカード番号自体はこの V p a s s のアプリで確認することができますのでこのカード番号を見るをタップしたらカード番号が出てきますんでそちらから確認をしてくださいでアップルペイの設定はここのアップルペイを始めるをタップしたらですね SMS で認証する画面が出てきますんでそれをその画面をどんどん進めてってた いただくと Apple Pay のカードを追加が出てくるんでカード追加で進むとこんな感じに Apple Pay に登録ができるとなので僕はもともとですね通常の三井住友カードナンバーレスを設定してたんですけどもそれを解除して今回は新たにこちらのカードを追加したということですねでもう一つスタンプなんですけども以前ねこちらの動画で解説をしてますんでまあスタンプについて確認していただければと思うんですけどもまあ簡単に言うとここのですね利用通知スタンプカードを確認するをタップするとこういったスタンプカードの画面が出てきますちょっと下にも出てるようにですねアプリで500以上 の利用通知を受け取るとスタンプが貯まりますということで毎月この20個のスタンプを達成することによって抽選にはなるんですけどもこういったプレゼント1,2,3,4のですね得点を受け取ることっていうのができますなので500円以上でいくつ貯まっていくんでとりあえず設定しておいてもいいと思いますで設定方法はですねこのご利用通知サービスの設定というとこをタップすると利用通知サービスに入るんで このまま下に画面を下がると手続きはこちらから進むとご利用通知設定サービスに進むんで変更手続きに進むと今設定してない状態なんであとは諸々も入力して確認するをタップしたらこれで申し込みが完了ということでございますなので普通にお買い物して500円以上のお買い物したらスタンプが溜まっていくということでございますそして最後3つ目なんですけどもこちら SBI 証券のクレカ積立てのカード変更の方法ですねこれはですね年間100万円の利用の対象外にはなるんですけどももしされてる方はですね参考にしてください で、この変更方法についてですね、結構、まあ、いろんなやり方があるみたいで、僕は今回このやり方を行いましたということで参考にしていただければと思うんですが、まずですね、スマートフォンから入る場合は SBI 証券のパソコンのページに切り替えてほしいので、この画面を一番下に下がると、ここにですね、PC サイトはこちらとあるので、これをタップしたら、PC 版の SBI 証券の画面がスマートフォンで開くことができます。そこからですね、ちょっと上に取引っていうところがあるので、それをタップしたら、

このの取引の画面が出てくるんですけどもそこからですね、ここの投資信託っていうところですね、タップすると、投資信託の画面が出てきます。でですね、ここの投資に積み立て買い付けのところをタップしたらですね、今僕自身が設定してる画面が出てくるんですけども、この画面下に下がるとこういった感じですね、今現在毎月5万円を積み立ててると。で、そこからですね、まずここに出てるクレジットカードというところをタップすると、今現在クレジットカード三井住友カード設定してますよというふうに出てるんですが、ここの解除するをタップして、 で画面を進めたらですねなんかこううまくいかなかったんですよね普通にカードの変更ができるのかなと思ったんですけどもここではなんかカードの変更ができなかったっぽかったんですよで今回ですね僕が実践したやり方なんですけども今の画面を下に下がると今現在ですねこちら SBI SBI V S&P500 インデックスファンドっていういわゆる積み立ててる銘柄が出てきましてそして金額でそこで今回はこの変更追加というところですねタップしますで設定の変更しますかと出るので設定の変更をタップして で、今現在クレジットカードが設定しているというような状況なんですけども、今回はこれをですね、一時的にここの現金というところに切り替えます。これですね、視聴者さんから教えていただいたんですけども、これをタップして、とりあえず、積み立てをですね、現金の状態で、ま、もろもろ入力して、とりあえず、設定を進めます。で、積み立て設定の変更を受付いたしましたということで、これで今現在確認したらこの部分がですね、現金に変わってます。ここまでッ OK ですかね。で、そこからですね、先ほどの、ここのクレジットカード のところですねタップしたらですね、このクレジットカード決済の設定状況のところとりあえずここでまず解除するをタップします。 で、クレジットカード登録解除を行いますかと出るので、取引のパスワードを入れて、カードを解除に進むと。そして、カード情報の削除を一旦これで行いまして、これでクレジットカードの解除が完了したと。で、そこからですね、今度はですね、ここが登録するにですね、変わってるので、これで登録ソロタップして、クレジットカードの登録に進みます。で、とりあえずね、画面を下に下がって、今回ね、該当するカード僕持ってるんで、これで設定をしていくんですけども、もろもろね、どんどん入力をして画面を進むと、これでクレジットカードの登録 ができたということでございます。で、そこからですね、先ほど設定してたこの現金のところを変更追加をタップしてクレジットカードに変えますんで、今現在現金になっているところクレジットカードのところタップして、あとは積立金額こんな感じで僕の場合はポイントがもらえる上限の5万円まで設定をして問題なければ次へで進みます。そしてこれで積立設定の変更を受け付けいたしましたということで現在の設定内容を見ると銘柄は同じ、そしてクレジットカード決済ということになってますんで、ちょっとやり方 りははね、かなりめんどくさいとこでであるんですけども他に今今ややったた方方法以外もももあるかししれないいんでですが僕は今回は回このやり方で再設定を行いましたもうちょっとね、簡単にできればよかったんですけどね。もし他にもこういった方法がありますよってアドバイスのコメントがあればですね。ぜひコメントいただければ嬉しいです。ではですね、今日お伝えしたことを簡単にまとめると、この三井住友ゴールドナンバーレスを新しく作った場合ですね。そうした場合、100万円の修行に入る場合はですね、月々の支払いとかにまずは当てると。 あとはアップルペイとかスタンプの設定するとそして100万円修行には含まれないんですけども SBI 証券のクレカ積立の設定も変更するとまあこれはねされている方クレカ積立をされている方は今の方法を参考にしてくださいまあそんなことで今回は三井住友カードゴールドナンバーレスを 作成してやるべきことそして初年度の年会費について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、先ほどもお伝えしたようにですね、前回の動画の時に初年度の年会費の解説がなくて、ほんとご不便をおかけして申し訳ございませんでした。まあ、今後はね、こういったことがないように、しっかりと調べた上で発信をしたいと思います。で、今回ですね、参照させていただいた年会費についての公式リンクであったりとか、過去動画も概要欄にリンク貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうも。 ありがとうございました。